それ撮りながらちょっと離れた方がいいな。じゃあ、どうも今日は、まあ、とにかく自然の中でやるのは、大変気持ちのいいもので、目の前に木があり、石があり、土があり、空がある。それで、まあ、それらを全部、受け入れるということもまたなんですけども、あなたはどういう、また否定もできない、この問題を出したんですか。いわゆるあるということで、そのあるということに関わってやりました。今日のイベントはやりましたが、とにかくものというのは、それだけ一つであるというわけではなくて、何かに依存しなければならないということがある。それから、依存した上で、それを、一つのリアリティとして出すには、その、突っ込みと、それから受けというものがあるとすれば、それが同等の力で対応したときに初めてリアリティが出ると思います。それから、依存するということに関して、少し、皆さんの考え方と僕の考え方は違うと思いますけども、物というのは切り離せないと。でまた物のある状況というものは、全てあるんだけどもそれがないということも、これは、ただ そういう言葉の受け取り方で受け取ればできるかもしれないけれども、まさにないということも現実としてあり、また、そのどちらでもないということもある。否定もできないし肯定もできないし、そのどちらでもない。僕は全てを肯定するわけではなくて、また否定もしない。それでそれを両方というのでもない。そこで歩いていると石につまずくと思いますが、この石は何であるかという疑問がふと湧いてくる。しかしそれは石であって、そのつまずくためにあるわけではなかった。しかしつまずくためにもあるものもある、そうでないのもあるということを知ってもらいたいと思います。それでは、もうちょっと喋る？こちらは、そのものであると同時にまたコピーであると。もちろん僕自身もコピーである。そして、僕の目の前にいる人々、また僕の目に入る全てで、しかしそこで僕が中心ではない。中心でないけれども、とにかく僕もある。それ相手もある、ものもある。状況ということがあるとすれば、それは依存する状況であって、人間が立つためには足がなければならないと同様に、また、全てのものは地面それか地中というものに支えられ、またそのために視覚化されてくる部分も多分にあると考えられます。ええわ、これで。わかる？
分かるわけないじゃん。